C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんばんにゃ。 C の代表の篠崎です。こういうねお話の動画をするのは久々なんですけども、皆様お久しぶりでございます。今日はですね、11月の中旬です。なので七五三シーズンですね。皆様のサロンでも七五三のお客様がね来たりとかしているんではないかなと思うんですけども、うちはねありがたいことに川越でですね七五三セットとかで検索すると割と上の方に引っかかってくるらしく、3歳のお客様かな、今年3名担当してますね。去年はもっといたんですけども、でもねやっぱ3歳はねちょっとねこういやーとか言ったりとかしてできなかったりとかいろいろあるんですけども、今年はね結構みんな可愛くてうまくできている感じです。それでですね、今日ね昨日か担当した3歳のこのお母様がね、まあ、すごいいい方で、動画で撮っていいですかって言われた時にこのトラウマがですね僕の中のうわっと思って、その動画ってみたいな感じでちょっと聞いちゃったことがあるんですけど、まあ、全然いいんですよ。プライベートでこうどういう風に美容師さんやってくれましたみたいなのを撮ってくれるのは全然いいので、まあ、どうぞ撮ってくださいっていう感じなんですけど、この動画を撮っていいですかっていうこのトラウマっていうのがねあってですね、その話をねそのしたいかなと思うんですけど、まあタイトルにもある通り、理美容師人生32年間で最低のお客様というようなことになります。でどういうことがあったかというとですね、これね昨年の七五三なんですよ。でですね、その時にすぐ動画こういうのがいたよって言って配信じゃない、あの皆様にお伝えしようかと思ったんですけど、あまりにも自分の中でもうトラウマ級になっていて、話すのも嫌みたいな状況になってたんで、もうなんかもうそのままスルーしちゃったんですけど、で今年動画撮っていいですかっていうのがあって思い出して、やっとね皆様にお話できるようなそのくらいのトラウマになってました。でですね、どういうことがあったかというとですね、七五三の7歳の女の子の予約が入りました。でまあ、川越の方で女性、お母様の方から予約を取っていただいたと思うんですけれども、予約を取られた後になんかいろいろ聞いてきたんですよね。髪飾りはこういうのでも大丈夫ですかとか、それから付け毛は必要ですかとか、まあ何回か2、3回連絡が来たんですよ。でその度に付け毛はもしもの時のためにあった方がいいですよって、100均でも売ってますから買ってきてくださいとか、それから私が成人式で使ったのを使えるかとか言われたのかな、だけど子どもの頭のサイズ違うから子ども用のがあったらそれでお願いしますとか、まあまあまあそういうことです。そういうことを何回かこうやり取りがあったわけです。それで当日を迎えました。そしたらですね、連れてきたのが、僕はもうお母様が連れてくるとばっかり思ってたんですね。もうこだわりがこれ強いぞっていうのはちょっとあったんで、お母様が連れてくると思ったらお父様が連れてきたんですよ。でお父さんなのってちょっと思ったと思って、ちょっと嫌な予感はちょっとこうしたんですね。今日お父さんなんですか、お母様ではないんですかって言ったら、妻はあの今日なんか違うなんかところにいるとか、なんか待ち合わせを神社でするんだとか言ってるんですよ。あ、そうなんですかって言って、まあ始まりました。今日イメージしてるスタイルとかって持ってきていただけるって言ってたんですけど、どういう感じですかって言ったら、こういう感じですって言って見せてもらったんですね。それがね、まあ普通のスタイルですよ。こう一足にこう上にまとめて、まあ、俗に言う美容師だったら分かるゴールデンポイントっていうところにこうシニオンですね、こうお団子作ってふわっとした、で飾りがポンポンってついてるっていう、で遅れが少し出てますよっていう、いかにも普通のスタイルです。で髪の毛の長さも十分あったし、全然問題ないなと思って、あ、分かりました、可愛いですねって言って、じゃあ始めますって始めたわけですね。でここでですね出てくるんですよ。すいません、動画撮っていいですかって言われたわけですね。あ、全然いいですよ、どうぞって。で僕的には要するに思い出として撮っとくのかなって思うじゃないですか普通は。だから、あ、どうぞどうぞいいですよって言って、まあこう撮ってるわけですよ、お父さんで。こうやり始めました。でまあそんな難しいスタイルじゃないんで、まあ、10分15分ぐらいで、まあ、ある程度こう形になってきますよね。でこう上巻いて、でくるくるってして、でちょっと固めて、であとはもう飾りつけるだけですよみたいなところぐらいまで行ったと記憶してます。でその段階で、すいませんすいませんって言われて、はいって言ったら、妻が
もうちょっと上に上げろって言ってるんですよって言うんですよ。要するにこのトップのシニオンですね、僕的にはちょうどいいところに収めたつもりなんですけど、もう要するにこう上、真上ですね、ゴールデンポイントじゃなくてこう真上に上げろって言ってるわけですよね。で、と思って見せてもらったスタイルってここにあるんですけど、もっと高い方がいいんですかって僕は聞いたんですね。こっちの方がバランスいいんですけどって言ったら、いや妻がって言ってるんですよ。いや見てましたよねって、ここから移動するのってめっちゃやり直しなんですよ、最初から見てて分かりましたよねって僕もちょっと言ったんですよ。こっからですかって、こっから動かすんですか、見てて分かってたんですけど、こっから動かすので相当大変なんですよ、見てましたよねって言ったら、はい、でも妻がって言うんですよ。うわ、このクソ男、妻の言いなりじゃねえかよと思って、いや自分が見て可愛かったらいいだろって、僕がプロですよ、ちょうどいいこう GP のいいとこに持ってきてて、画像もそこに持ってきてんのに、やり直してくれて、僕がいいんです、いいって言ってるんですとか言ってるからと思って、これ見せていただいたスタイルと今同じですよねって、こう違うスタイルじゃないですか、そこに持ってくると。だから、あでももっと上の方がいいって言ってるんですとかつって、で俺もピキってきて、もう本当にいや自分が見て OK だったら OK だと思うんですけどって言ってやろうかと思ったけど、そのもういいやと思ってあ、わかりましたって外しかけたんですよ。その時にもう一個なんか言われたんですね。なんか後ろに一個編み込み入れてくれませんかみたいな、普通のポンってした面が出たトップにこうシニオンにしてるスタイルなのに、ここに一個なんか編み込みを入れてほしいって今言われたんですよね。はぁと思って、とともに、ん？こいつ動画で撮ってたのって奥さんに配信してたのかって思ったんですよね。で、あーと思って頭の中真っ白になって、今まで美容師32年間やってて初めての経験だと思って、動画で配信してされてダメ出しされてるって、その自分が知らないところで動画を見られてダメ出しされてる自分がいるっていう思った瞬間に、だーって思って、最低だなと思って、今動画で撮ったのって奥さん見てるんですかって聞いたら、はいって言われたんですよ。いやーすごいなと思って、でこれね言ってやろうかなって、その動画撮ってもらっていいですかって言って、で今言ってるあなたがやってることって、僕美容師32年やってるんですけど、今まで最高に侮辱です、本当に美容師に対して屈辱的なことをやってるっていうの分かりますって言ってやろうかなと思ったんだけど、トラブルになるなって思ったんですよ。こういう変なやつってトラブルになるなと思ってやめたんですよね。あ、分かりましたっつって、あ、こっからこういう風に入れていいですかって見せてください、これこっからここに入れるんですけどこれでいいですかって言ってくださいっつって、言ってもらっていいですか、そこでいいって言ってますって、分かりましたっつって、出会って編み込みして美容院っつって、もう本当この辺にまとめてやりました。俺もう頭きて大丈夫ですか、大丈夫ですっつって、うーわーと思って、その別室で審査されてるように配信されたのを見てされてることにもうイライラしたのと、それとトラブルになんなくてよかったっていうその安堵感と両方と混ざって、もう完全にトラウマですね。だから動画で撮っていいですかって、もうちょっと今本当にトラウマになってますっていう話でした。どうですか、最低でしょこの客。もうねこんな客じゃないですよ本当に。なので僕ね、ホットペッパー、まあ予約サイトとして使ってるんですけど、ホットペッパー見てもらえば分かるんですけど、僕今自分のプロフィールのとこに、プロフィールっていうかもう名前の後ろに
こだわりの強い人は無理です。こだわりの強い人の予約はお断りしてますって名前の下かに書いてます。こだわりの強い人の予約はお断りしています。でカットの、まあ、そのプロフィールのところの下の方にもある程度のスタイル提示していただければ似合うようにさせていただくので、こだわりの強い方のご予約はお断りしていますって書いてありますね。本当にひどいことされました。なのでこれね、見てる美容師の方、例えばお子様のカットとかね、そういったのをこう動画で撮っていいですかって言われたりとかした時に、その動画って鑑賞用ですかって聞いてもいいと思うんですよね。だっていや動画はダメなんでっていうところもあるじゃないですか。別にあの美容師は OK、 何でも OK ってわけじゃないと思うんですね。例えば神社仏閣だったら写真とかダメだし、うん、映画だって動画ダメじゃないですか。それと同じように動画、まあね、セミナーとかもねダメなところダメだし、動画 OK ですかって言った時に、それってあの家での鑑賞用ですかって、それとも誰か見てあの今見てたりとかするために、はい、あの配信したりとかしてるために動画ですかって僕聞いていいと思います。で、ああ全然あのどういう感じかなと思って撮ってるだけなんでとかって言われて、インスタで上げようと思ってるんでとかって言われたら、ああ撮ってくださいって感じだけど、それ撮ったのって誰か外で見てたりとかしますとか聞いても僕は全然失礼じゃないと思います。だから、気をつけてください。本当ね、いろんな客がいて、その自分がやってることが侮辱だとか失礼だとかって全く思ってないアホもいるので、本当にね、そういった人の心ないことでですね、僕はもうベテランだから我慢できましたけど、本当に2年目3年目の子がね、そういう子がいたって言って嫌な思いをして美容師を辞めていってしまう人もいると思うんですね。本当に美容師人手不足なんで、一人一人がね本当大切です。だからそういったのでね、美容師人生を終わりにしてしまったりとかすることがないように、ちゃんとねお客様にも聞いて、それは大丈夫なものなのか OK なものなのかっていうのをね、ちゃんと自分でジャッジしてね、やっていただくのがいいかなというふうに思ったっていうのをですね、皆様にお伝えしました。それではですね、 C の公式 YouTube チャンネル代表の篠崎でございました。そしてですね、2023年新卒の方まだまだ募集しております。それから中途の方、中途のスタイリスト募集しています。メンズの得意な方、メンズが多い美容室が OK な方、そういった方がいらっしゃいましたらですね、ぜひお声掛けいただきたいなというふうに思っております。それではこれにて失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。